返せ多か分った。私たちスイッチした方がいいと思うんだけど。どういう意味、スイッチした方が。場所変えた方がいい。変えた方がいい？そう、と思うけど。氷を見たいから、ずっと多分。そうなるから。どうしよう。綺麗とか、問題じゃない。これはどう？氷ちゃんは。いや、どっちでもいい、私。どっちでもいい？どう？今日はね、氷ちゃんにいろいろ質問しようと思ってる。また始まった、こりちゃんに質問しよそう、面白い質問しようかなと思って。う。じゃあ、お願いしていいですこれ何か？買ったの？これキャロットケーキ。キャロットケーキいいね。ちょっと待って、まだ食べる前に、いつものパターンと同じしないように、まず挨拶しまあ、す。挨拶する？挨拶から。まずはマイクの調整。マイクの調整。123、123、聞こえますか？聞こえますよ、聞こえます。はい。聞こえますじゃない。345、3456、456、456。はい、わかります。123、123、聞こえますか？456、456、聞こえますよよ。かった、安心でございます。じゃあ、皆さん、こんにち皆さん、は。こんにちは。今日もマンスルちゃんと久しぶりにいつものところに会いました。ミはトタオのいつも飲んでるい。とこころにあって、抹の抹茶茶とのかとコころーヒー。に、そう、会いました。今日のテーマの話はマンスルちゃんに任せようと思っていました。で、これからとても楽しみにしてるんですけど、めっちゃお腹空いてるから、さっき先に食はべる？キャロットケーキを買ったね。キャロットケーキ大好き。キャロットケーキはいいよね。キャロットケーキ本当に大好き。キャロットケーキを食べながらマンスルちゃんと会話しようと思っています。マンスル、今挨拶してるよ。挨拶してる間に携帯見ちゃいけません。今皆さんと話してるそうよ。ですよね。はい。キャロットケーキは美味キしャロットそう。ケーキすごい。私も同じの？同じ。これはコリちゃん買ってくれた。そう。コリちゃんのおごりで。今日私のおごりで。美味しそう。めっちゃ美味しいよね。これ美味キャロッしい。トケーキ大好きだよね、コリちゃん。私大好き。なんでかわかんない。キャロットケーキ、もうどこのお店行ったらキャロットケーキ置いてあると必ず買う。でも一そう。番美味しいキャロットケーキは、今まで一番美味しいキャロットケーキは、あそこ表参道。表参道の、そう、なんなんというか。ロシア人の、生け花作ってる男性、なんというあ、すごいかっこいいところね。すごい名前。ちょっと綺麗ななんとといこうろ。カフェは。名前が思彼いの出せ名ない。前何でしたか？すごい有名じゃん。でも一緒に行ったよね、向こうで乗ベせルグマン、たニコし。ライ・ベルグマン。あ、ニコニライ・コベライ・ルグベマルグマンの、表店。参道のお店に、キャロットケーキ今まで食べたの中で一一番。番美味しいよね、2向番こう。目は、この、なんというまディたンデ私、ルカ？ディンデルカ、私、ダンデルカ言った。ディンデルカこういうののキャね。ロットケーキもすごく美味しいですね。めっちゃ美味しいよね、ほんでもと。ね、キャロットケーキと抹茶合うのかな？青じゃないですか。食べてみ多分人参も甘いし、よう。あれも甘いから。抹茶も甘いし、青いし。そう。マンスルさん。す何？ごい美味しい。美味しいよね、よかった。じゃあ、マンス今日はすごい綺麗。綺麗と思う？そう、赤のなんか、赤とブルーの合わ赤せとでしブょ？ルーに、ここのなんかデザインがなんかなんだっけ。私はあまり、何、ブランドものあんまりあれじゃないけど、得意じゃないけど、どこのあれだっけ。エルメスの？エルメスの？エルメスのブランドじゃない？違うの？これは、ちょっとブランド言わない方がいい、マンス。ねえ、ちょっとあなたはちょっと 言い今過日はゴリちゃぎ。んの化粧もちょっと違うんじゃない？なんで？違う。整形の携帯が明るすぎからちょっと変に見えちゃう。そんなことない。じゃあ、いつもと違う？いつもとちょっと違うんじゃないかなと思って、口紅の色とか。いい方？悪いい方？いつもいい。こっちも綺麗だけど、ちょっと違うなと思いました。マンスも今日は真っ白でとてもいいですと思います。そう、コーリさん、今日はもし選べるんだったら、誰かと夜ご飯は食べる？その人が選べるんだったら、誰とご飯食べる？だって、信頼したでもいいし、まだ生きてる人でもいいし、もし今夜は自分が選ぶんだったら、誰、すごい偉い人でもいいし、い何や、でもいいんだけど。もしご飯を誰と食べる選んだら、選ぶことできたら、できたら。もういないけど、この間私のいなくなったお父さんとご飯をあ食べようと思っています。なんでというか、今でもやっぱりお父さんがいなくなって、
ずっと会わなかった。あで、いろんな、結構離れてた、ね、そう、いろんな問題で、電話も1年間ぐらいしなかった。まあ私は出してる、今度は出してる本の中にいろいろそういう説明を書いてるから、もう1年間ぐらいの中で話しなかったから、今は彼もいないからね。そしたら彼の写真はずっと自分の家に今飾ってる。で、いつも彼の写真を見ると、いつもやっぱり残ってるのは、なんで私は自分のお父さんに会わなかった。会えなかった。ああ、ま、会えなかったわ、それ。そう、すごくあの、じゃあ、もし今、昔で変えることできれば、何か変えるの？今まで起こったことがあるじゃん、ずっと、人生で。もし変えること、一個だけ変えることできると言われたら、何変えるの？結婚しないこと。あ、クーちゃん、バツイチだよね。それ、あ、その結婚はしない。結婚しないことと、何変える？あとは全部大丈夫。一個だけだから結婚しないこと。ああ、結婚しないことを。そうかもしれない。結婚生活は一番寂しかったかな。私の人生の中で一番寂しくて苦しかった。いいこともあったよ。すごくいいこともあったんだけど、やっぱり寂しいの思い出、この、なんていう、寂しいの気持ちは今でもこの、心の傷は今でも残ってる。だから次の人と結婚するのは怖いから、それは多分もうしないかもしれない。私の人生の中でね。結婚のことは、あの。でも考えた方がいいと思うよ。こりちゃんは結婚したら絶対まだ幸せになると思うよ。まあ一回失敗したことで、絶対もうずっとそういう感じじゃないと思う。うん、かもしれないね。それをやり直しましょう。考えをやり直しましょうけど、やっぱり離婚してから6年経ってるから、まだなかなか忘れられない。あ、なかなかその傷は。いつ忘れるかわかんないけど、今のところは今のままでいいと思っています、私は。コリちゃんは一番嬉しくなることは何？一日の中で何かあれば一番嬉しい。一番嬉しいはやっぱり家族から連絡が来て、で、家族は健康がいい。家族は何も今日一日何も問題なければすごく嬉しいです。一日すごい嬉しい。でも最近はなんか向こうもいろいろあるから、警備の病気とかいろいろのトラブルとか、弟の会社とかいろいろあるから、一日嬉しいことはたくさんあるよ。だけど一個だけ言ってるね。でも、いつも起こってほしいことは、例えば毎日絶対おいしいの食べたい。毎日なんか家族と話したいとか。毎日美味しいの食べたいと考えたら、そしたら私はご飯食べるために生きてるになっちゃう。そうなるよね、うん。やっぱり、一日が悪いニュース、あなんか、家族、やっぱり家族が一番大事なんかな。いいニュース来ることは、まあ家族と連絡取ることは一番大事。一番ごめんね、あのいろんな、うん、あのマスルちゃんの番組に来ていろんな質問して答えるけど、めっちゃお腹空いてるから、まだ脳は働いてないよ、私お腹空いてるときしてるでしょ。はい、うん、マスル食べないの。コリちゃん、日本じゃなくて、だってあ、まあ、ずっと日本に住んでるじゃないですか、うん、もし今日は荷物をまとめてどっか日本じゃなくて他の国、他のところで住んでくださいと言われたら、どこにする？それは考えたくない。そういう、なんか日本から出されることは、もうめっちゃ考えたくない。それわかるけど。もし、日本から出されると言われたら、次の日死ぬかもしれない、私は。日本から違う国に住むことは、私は、なんとイメージもできない。考えられない。でも、もし言われたら、日本じゃなく違う国で住んでくださいと言われた場合は、どっか行ってって言われたら、そしたらもしかして同じアジアのところ、食べ物美味しいのところは多分韓国と思います。ああ、韓国とかに行くかもしれない。そうそう、韓国もすごいあの料理美味しいし、あの人も、私韓国何回も行ったから、なんか人が悪くないイメージがありました。うん、そう、韓国かもしれない。私も行った、何回も行ったんだけど、でも全然まだ日本人の方が。あなたの質問は日本じゃなければ違う国と言ったでしょ、うん、まあ、最初言ったでしょ、日本から絶対離れないよ、日本から離れてくださいと言われたら死んじゃう。でも私だったらどこにするんだろう、私も考えたことない。じゃあどこにする？どこだろうね、多分
どこだろう、わかんない。何、早く答えなさい。ロサンゼルスにするかな。え、ロサンゼルス何回も行った？多分行ったことない。行ったことないところにする。行ったことないところにするのはおかしいマンス。違う、ね、住みたいところどこ？本当の話、例えば、ね、アゼルバイジャンの西の方。例えば明日は日本はこの地球から日本がいなくなる。まあ、大きい水が来て全部日本は水の中に入る。それイメージしたくない。違う。例えばない、うん、日本はない。まあ、まず追い出される。そう、でも私とマンスールはちゃんと生きてる。助かった。どこ行くの？どの国？どこの国？で、アゼルバイジャン行く。アゼルバイジャン？うん、難しい国に行くね。危ないよ。すごい難しい。なくない。あ、本当？全然危なくない。マンスールだって前もアゼルバイジャンどこで行ったから。何回も行ったことあるから、すごい、もうこの田舎とか、もうこの、うん、あの自然がめっちゃ好きだから、多分そっちにするんじゃないかなと思う。私は韓国でもわかんない。韓国は安心安全な国かどうか知らないけど、なんか世界中で一番安心な国はマルタ。マルタ、うん。マルタにも住みたいんだけど、あそこは私旅行3回ぐらい行ったけど、マルタはなんか島としては、息ができない感じ、すごい狭い。はいはい、わかる？言いたいこと。だからやっぱりわかんない。マンス、食べなさいよ、なんか。私だけ食べる、格好悪くて。でも本当に私食べないと無理。そうね、いっぱい食べたよ。私、これから食べる。クオリちゃんは食べて全然いい。どれも美味しそう。開かないんだけど。開き方知らないの？知らない。ここシールがあるから、このシールをこうして、すごい簡単よ、はい、優しいな、コリジョン。まあ口まで持ってきてくれたら超もっと優しいな。それは望まない方がいいと思います。あなたは大人でございます。一人で口の中に入れて食べてください。マスルちゃん、うん、美味しいでしょこれ。このキャロットケーキは口の中とろける、溶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 けるぐらい美味しい。そう、すぐ溶けるね。溶けちゃう、うん、美味しい。いや、硬くないでしょ、うん、あのすんごいふわふわで、あ、本当後から味もくるよね、美味しい、うん、すごい。マンスルの質問はこれで終わりましたか？今日は質問がいっぱいあるよ、いつも。はい、次の質問。氷に聞きたいことは、もちろん、いつもいっぱいあるけど、いつもメモするけど、うん、そう、多分氷ちゃんのこと知ってると思う、ちょっと。ずっと氷ちゃんの顔見てた。この間は、池袋駅で、池袋行くことはないからね。でも池袋は、すごいいいお医者さんと出会って、で、池袋のクリニックに2回目ぐらい行ったね。それで1回目は車でいたから、また池袋も駐車場なくて、すごいなんか止めづらいクリニックから、西武の駐車場まで行かないといけないから、そしたら電車の方が早いんじゃないかなと思って、この間池袋まで電車で行きました。すごい遠かった。うわ、電車で多摩地から池袋まで、あれ一本、山手線だけど、山手線一本で行ける。だけど、多摩から池袋まで結構40分ぐらいもかかる。かかるよ。そんなにかかるの？まあ、大回りするから、そう。私びっくりした。なんか途中で見たら、高田馬場？そしたら私思った。高田の馬場。高田馬場なんとか。違う、高田の馬場。そしたら私思ったのは、あれ？もしかして私ずっと桁いじって、もう、超えちゃったそうと思ったね。それで見たら、あと目白と次池袋、うん、すんごい遠いと思った。びっくりした。で、初めて知ったのは、山手線はこの高田の馬場で泊まるのは初めて知ってた。普通は私、前友達いた時に東西線しか聞こえなかったから。ああ、東西線もあるね。でも高田の馬場、でも山手知らなかった。うんうん、それで池袋駅降りて、でもまあすごい広くて人も多くて、どの出口から出ればいい。だけどとりあえず西武の前に出れば分かる道は。そしたらずっと迷ってた、西武はどこ。で、西武の階段を
上がったら、西武の前に降りたら、後ろはずっとなんか追いかけてるのはすごく感じた。追いかけるというか、誰かいる、悪い意味ではない。なんかすごいなんかいるのは感じた。あ、誰か見てる。そう、で見た瞬間はすごい、あの、いる方は、あの、なんかすごい、向こうもすごい遠慮してた。ものすごい遠慮してて。あ、で、私の前に来て、はい、すいません、ごめんなさい。あの、コーリーモルドバチャンネルのコーリーさんですか？はい、私です。ああ、YouTube 見てる人。そうしたら、私大ファンと言われて、私もすごい恥ずかしかった。なんか、どうすればいいのかな、そういう時。で、向こうもなんか近づ、恥ずかしくなるね。で、向こうも近づ、なんか、そういう感じ、近づきたくない。それで手のアクションしただけで行っちゃった。握手してもうバイバイして、すごい嬉しかった。池袋を行って、池袋も声かける、ここでありがとうございます。そう、池袋も声かけるのはすごいとても嬉しかったです。そう、池袋まだいいんだけど、この前私、どこだっけ、あれなんで、横浜の公園があるね、大きい公園、なんだっけ、名前忘れたけど、どこに行ったの。あ、みなとみらい、よく知ってるね。みなとみらい。みなとみらいから出て、もうこの、なんかあるホテルのところに撮影だったの。あの、すごい綺麗なホテル。そう。で、はい、ちょっと早い時間に着いたら、なんかもうここでちょっとうろうろしようと思って、その公園の中でちょっとカメラ撮ろうかなと思って、はいはい、歩いてたら、ある人が近づいてて、マンスルですかって。うそ。本当にびっくりした。そう、横浜で。みなとみらいで。おい、マンスルですって言って、ここ撮影ですかって聞かれた、撮影です。すごいありがたい。ありがたいというか嬉しいでしょ。本当に嬉しかった。ありがたいじゃなくて嬉しいです。そう、ありがとうございます。あの、私たちのチャンネルはそんなに登録者が多いんじゃないんですけど、なんでというか、もっと本当に私とマンスルはもっと頑張らないといけない。例えば違う人たちとコラボしたりとか、あの、いろんなところいたりとか、もっとあの YouTube のことを頑張らないといけないこともあるんだけど、そういうなんて、そんな時間ないから、二人とも、うん。あと、何回も私は、もう YouTube やめようと何回も言ったんですけど、マンスールからは、絶対やめない。やめない。あの、やめると、今ね、私たちのこと見てる人たちいっぱいいるから、やめると、あの人たちもがっかりするし。私も自分の気持ちとしては、誰かの人のチャンネルずっと見たら、途中でやめたら、すごい悲しくなる。ね、もっとあの人、うん、もっと見たくなる。だからやっぱり私たちの少ないけど見てる方のためにマンスールと頑張って動画を撮ろうと思っていました。でも本当の気持ちは何回もやめようと思った。なんかね、登録者も増えてないし。でももちろん自分たちも楽しいけどね、本当。まあ、楽しい時もめちゃくちゃある。そう、だからマンスールの、あの、からのお話聞くと、絶対やめないで頑張って、で、登録者のことは絶対気にしないで。まあまあ本当もちろん YouTube もあるから、もっとコーリちゃんに会えるときは YouTube の陰で。ああ、なるほど。だからやめたくなかった。え、それだけじゃないよ。で、多分 YouTube やってるからもっと会えるじゃん。YouTube ないと会える時間は短くなるし、あんまり会えない。一瞬で熱くなってきた。汗かいてる。そういうことだったか。った。でもそれだけじゃないでしょ。まあ、コリちゃんに会えることはもう本当本当すごい。コリちゃんにも会えるし、でも私に一人で YouTube やってって言われたら、コリちゃんにも何回も言われてるけど、そう、私 YouTube に何回も、あの、マンスル何回も言った、マンスル、この YouTube をやめて、私こんな時間ないから、あと編集私してるから、すごい本当にはっきり言うと、とっても時間かかる編集するし、で、前は、あの、なんか一生懸命音楽入れたりとかしましたんですけど、本当に時間かかるし、もう考えないといけないし、で、忙しい、マンスルも忙しい人だから、だから、YouTube を始まったところはコロナだった。コロナはすごい暇だったの時だから、そうね、すごい暇だった。編集もしたり、音楽入れたり、一生懸命動画を作るのは頑張ったんですけど、時間たくさんあった。今はもう仕事始まってるから、本当に一日忙しくて、動画を作る、編集するのは夜中になっちゃう。で、2時、3時ぐらいに私にまず動画を作るとき。だから私はこの YouTube やめようとしたときに、マンスールはあなた一人で続いたらどう？絶対ダメだって。一緒じゃないとダメ。一人でちょっと、ね。じゃあ分かりました。頑張りましょう。でもね、本当に私たちもいろんな人たちとコラボしないと、私たちのチャンネルはいくらでも面白くても面白くなくても分かんないけど、皆さんにお知らせできない。
そうね。あれだけでずっとやってるから、私たちのことを新しい人たちは分かるまでにすごい時間かかると思う。だから YouTube はそういうもん、ね、コラボ。コラボが大事。でもあそこ今度コラボしよう、まだ。誰かと。しよう、できればね。喋りすぎで、ちょっと。キャロットケーキ落ちそうだったじゃん。キャロットケーキ落ちそうだった。じゃあ、マスルちゃん、皆さんと別れ時間になりましたから、はい、別れる時間がやってきました。悲しんで別れましょう。はい、皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ございます。今日は、また、くだらない話、マスルちゃんと私のくだらない話を聞いてくれて、本当に申し訳ないです。でも、私たちのことを応援してる方、私たちの YouTube を見てる方に、本当に心からありがとうございます。感謝してます。ぜひ、これからも私たちの YouTube を見てください。マスルも何か言って今日もありがとうございました、本当に。今日もありがとうございました。日本大好き。